こんにちは、ひまごやチャンネルのなおこです。男です。男さん、はい。農家のイメージって何ですか？汚い、不潔、汗臭い。そんな農家はいません。私を見てどうです？この気品、気品あふれる。あふれてますね。見てください、畑。あれ徳永秀明さんですか？壊れかけてないよ、誰も。私たち畑を彩ってるアーティストでございます。はい、ここで今日の企画を発表したいと思います。その前に一旦 CM です。おお。僕たちイベント行くじゃないですか。看板を出してます。その看板をアーティストたるもの魅力的にしよう。なるほど。はい、こちら見てください。はい、この真っ白い、この真っ白いキャンパスに今から僕たちが、はい、アーティストだから魅力的な絵を描いてお客様の心を魅了します。人の心を刺すような、打つような、花咲かせるような種をここに描いてくって話、今からやるからね、やるからね。なのでね、ひまご、お、挟んできた。ひじちゃんはアーティストだよ。誇りを持ってあなたも頑張れ。おお。ルール、僕と男さん10秒ずつこれに書いていきます。短っ。なんで？タイムイズマネー。そんな1時間2時間かけたらそんな人を打つのだ当たり前にできるけど、僕たちは10秒で書いちゃうよと。まずはじゃあ人を魅了する絵を書いていこう。はい、じゃあまずは男さんからイベントに持っていきますからね。人の心を打つ絵を10秒でスタート。5秒経過。ちっちゃ。てか書いてる。10秒過ぎましたよ。あ、10秒過ぎた。はい、あー、惜しい。あー、書ききれねえ。なんだこれ。これ何でした？西田敏行描こうかなと。はい、私、直子さん。土色いきます。魅力的な。はい、わかりました。よーい。ゾン。はい。はい。美男子。ありがとうございます。看板ですからね、人の心を打つようなね。忘れちゃいけないんですけど、会社の名前書かないといけない。あ、確かに何も今書いてないです。西田敏行、美男子。西田敏行書きましたよ。わかんないですけどね。書いていいですか？どうぞどうぞ。よーい、スタート。あ、何これ。よし。ゾゾタウン。間違えてるよ。ゾゾタウン。ここゾゾタウンじゃないよ。あれ違うんすか？あのゾゾタウンじゃないよ。前澤さんじゃないじゃないよ。ゴートゥームーンじゃないよ。間違えたのかな。じゃあやばいでしょ。西田敏行のゾゾタウンの美男子やばいって。これじゃあね、あの人寄りつかないです。私は土色で、僕たちの売りを書かないと。アピールポイントですね。そう、アピールポイントですから。3、2、はい、はい、ストップ。あ、もうちょっとムッチョにすればよかったな。ムッチョって何？マッチョ。これマジでやばいと思う。ちゃんとやんなきゃ。よーい、スタート。そうなんだよね、そういうことなんだよね。ここ、あれ、いらないですよね、これ3文字。うん、なんで？いや、手動いてたよ。命の郷ひろみになっちゃってる。いや、俺書いてないですよ、それは。あ、じゃあもう乗り移ってるわ。俺は本当に書いてない。乗り移っちゃってる。ちょっと真面目にやるわ俺。これじゃあちょっとイベント持ってけないじゃん。消すのもありですからね。ああ、逆にね。やっぱ野菜書いてないじゃん。何を売ってんですかと。確かに。な、意味が分かんない。これじゃあ自分たちがやってることを書きます。はい、用意スタート。あ、もう続くんだ。結局続いてるよ、それ。何そのガニ股。そんなとこ迷ってる暇ないって。絶対終わりっすよ、もう多分。よし、まあ、1個完成しましたね。いきます。はい、この番。よーい、スタート。終わりです。素晴らしい。本当にこれだけ言わせて、はい、ありがとう。はい、じゃあ最後にね、最後ちょっとお願いします。うん、バシッとバシッと書きます。今何にもないですよ。私が一筆させて。真面目なやつね。はい、いつもそういうことじゃなさそう。ノリノリの長身で
あーすごい、いつもノリノリの長身で野ざらしの郷ひろみ。何やってんすか、大丈夫ですかこれ、イベントでこんなちょっとふざけすぎました、うん、すみませんでした、何もアピールできてないんですよ、はい、ちょっと後編は、はい、ちょっと真面目に、ちょっとなんかおしゃれな感じで、あ、いいですね、はい、ちゃんとしたものを書くので、ちょっとすみません、前編はね、ふざけすぎました、2人でちゃんと協力してやりましょう、はい、ではまた後編をお楽しみ。あとはちょっと皆様に書いてもらって、かわいい、いいんじゃないですか、いいですね、よし、じゃああとは皆様イベントに来て書いてくださいね。